お願いします。はい、おはようございます。私の方から今日は1件です。認定こども園の数が昨年比で倍増したという報告が出ております。言うまでもこれは我々が政権を預かりしていたときに導入を決めたものでございます。子育て支援策の一環としてさらなる活用を期待したいというふうに思っています。この制度については幼稚園からの移行の場合、補助金が削減をされかねないという問題がありましたけれども、現在は補助制度を見直したためにそのような事態は生じなくなっていると認識しています。ただやはり実際の運用にあたっては政府においてさらなるさまざまな実態把握とそれから運用改善に向けた努力を期待をしたいというふうに思っております。我々も制度の生みの親としてさまざまな現場の実態把握をしながら運用改善の必要があればそのことをしっかりと国会内外で政府に促していきたいというふうに思っております。私から以上です。大型連休も明けて、いよいよ安保法制や労働法制など、はい、重要法案の審議がスタートする見込みですけれども、うん、改めて意気込みをお願いします。はい、今朝も地元で、20年以上続けている朝街頭やってきましたが、明らかに、民主党あるいは野党に対する期待というものは、この、統一地方選挙と大型連休を挟んだ前後でですね、相当大きくなっているという実感を受け止めてきました。私自身もしっかりとその国民の皆さんの期待を受け止めてですね、まず安保法制についてはとにかくよくわからないということがまず国民の皆さんの大きな不安だろうと思いますし、実態が明らかになればそれはちょっといくらなんでもという声に必ずなると思っていますので、そうした議論がいずれは審議になるのは間違いないと思いますので、そのための準備をしっかりしていきたいと思っています。労働法制については、派遣法改悪の問題点は、これまでも訴え続けてきてますが、さらにいわゆる残業代ゼロ、サービス残業合法化ということが人事ではないんですよということをですね、いかに一般的な給与所得者の皆さんにですね、お伝えをしていけるのかと、そのことによって、世論のうねりを作り出せるのかと、これも国会審議だけでなくてですね、さまざまな活動を通じて、国民の皆さんの世論を喚起していきたいと思っています。あと、いわゆる大阪都構想に関して、各社の週末世論調査がありまして、反対が上回る情勢なんですけれども、ご感想があればお願いします。これは私は特に最近、急激に固定電話に対する世論調査が当てにならないというのは、世論調査が当てにならないというのは、イギリスでも証明されたようですし、我が国だけの現象ではないようですので、というのが感想です。各社さん、どうぞ。安全保障法制に関しては、本日ですね、与党協議が開かれて、正式に合意されて、14日にも閣議決定されるという見通しになっていますが、民主党の法案の賛否そのものについては、今、いかがお考えでしょうか。大体まず、われわれ、何の説明も受けてないので、説明を受けてないのに答えようがないですね。いつ説明が受けられる状況になるのか、まずそのことが政府・与党としての責任じゃないでしょうか。安保法制やその労働法制含めて、まだ法案自体は明確ではないにしても、その民主党と維新の党の中で、それぞれその考え方、全く同じだというわけではなく、違いも出ていると思いますけれども、今後どうやってその維新の党と共闘して戦っていくという手段が出せるでしょうか。維新の党に限らず、維新の党にしても、共産党にしても、社民党にしても、生活の党と山本太郎と仲間たちにしても、皆さんそれぞれ考え方が一緒であれば同じ党になっているので、考え方に違いがあるわけですが、国会の中で、少なくともしっかりとした審議が必要であるということについては、間違いなく最大公約数であると思っておりますし、さまざまな議論の中で、共通する部分については
しっかりと連携をしていくと、まあ、そのためには野党第一党である我々が汗をかくと、これはあの従来からもこれからも全く変わりません。すみません、あの都構想の住民投票の結果もその国会状況にこう影響があるんじゃないかという見方も出てますけれども、そのあたりはどういうふうにお感じですか。まあ、少なくとも我が党は地域主権の政党ですので、従来から申し上げておりますとおり、あの制度がいいか悪いかということについては国の責任ですが、制度を使うかどうかというのはローカルの問題ですので、あの我が党としては影響しません。すいません、TBS の牧野ですけれども、安倍総理の議会の演説に始まっている今日与党合意、そして閣議決定で、まあ、早く審議入りをしたいというのは、その与党のことに対して民主党としてその安保法制をどう戦っていくお考えでしょうか。あのまず今の話は議会演説の話と、与党協議と閣議決定の話は全然別次元で、与党協議と閣議決定はそれは与党があの独自に勝手に行うことで、それが早かろうが遅かろうがそれは我々の何か文句言う話じゃないですよね。アメリカの議会演説についてはあのこれは申し上げてきてますが、政府の立場から海外に対してあのいろんなことを政府の方針、日本国の行政府の方針としていろんなことを言ってくることは、我々与党時代もありましたが、議会で成立を約束してくるみたいな話は、これは大きく質が違うということで、あの従来から問題にしているということであります。いずれ国会に出てくるのでしょうから、国会に出てきたところからは、まずこれだけの大きな、おそらく戦後最大の法案と言っていい、戦後70年間の基本的な方針、専守防衛という言葉の使い方自体をどうも政府与党は最近勝手に変えているようでありますが、従来の意味での専守防衛、我が国が攻められなければ武力は使わないという70年間の基本方針を変えようとどうもしていらっしゃるようですから、それはあの過去の前例も踏まえてもですね、まず相当な時間しっかりと国会で議論をして、国民の皆さんがしっかりと理解をする、理解をされた上でそれに対してどういう声が上がってくるのかを踏まえて対応していくと、そこに向けてあのまずは努力をしていくということだと思っています。政府与党としては国会を延長してなくしてでも成立させたいという考えのようなんですけども、そのことについてどのようなことでしょうか。政府与党が主観的にそう思われるのはある意味で当然なんでしょうが、しかしそれは客観的に許されることではないし、それを強引にやれば大変無責任の措置を免れないことになるだろうと、中身に自信があるんだったら時間かけて十分に国民に周知をして理解を求めてそれで通せばいいだけの話であって、中身に自信がないほどできるだけ早く成立させようと、国民が知らないうちに成立させようとするんじゃないでしょうか。よろしいでしょうか。この夏までにまとめる財政健全化の政府与党がまとめる計画についてなんですけれども、まあ、今のところその高い経済成長前提として、その計画をこう検討しているようなんですけれども、でまた消費税の 10% 以上のこう引き上げということも、その計画には一応こう盛り込まないというような方針ということなんですが、それについて、現時点で見解があればお願いします。まずそうした方針、我々説明受けていませんので、説明受けてないことについてですね、マスコミの報道、一部報道だけに基づいて、コメントするのは避けた方がいいんじゃないだろうかなというふうに思っていますが、例えば、これ、政府直接ではないにしても、インフレ目標はですね、2年でと言ってた話が、なんかいつの間にか、大幅に、全然目標通りにならない、遅れるというようなことを平気でやっているわけでありますので、今の政府の経済見通しが当てにならないというのは、この2年間、実は証明されてるんですよね。そうしたことを前提に物事を組み立てても、なんていうんでしょう、地に足のついたものにはならないだろうなと、まずこの例えば物価、インフレ目標について、政府と日銀で連携してやってきた、この目標が、いろいろと言い訳してますが、大幅に、少なくとも見通しよりも遅れるのは間違いないと、遅れても達成できる到底とはとても思えないと
いうそのことについての検証されるのが先じゃないでしょうか。よろしいでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございます。